はい、今回は大門台山のリゾートでリンユジンを使って遊んでいきたいと思います。くっそ寒そう。まあ色味的には合ってるか。今回はみんなでが忘れたであろう大ヒットを使いたいんですけど、うまくできる自信はないです。で、メグがフルコンさんで、おばちゃんがマオだったはず。で、この人はノラでした。ああ倒したらあんた無理しちゃう。こっち追うな。あらない悪い。こういうとこ狙ってくんだ悪い人は。知ってんの俺、ハントレス詳しいから。あれ焚き火の音か。ここで帰る。破滅ねえんだ、珍しいな。男らしいハントレス。構えるのどうだろう、早かったのかな。結構早めにレオン板倒したっぽいけど、食らってたから、もしかしたら早投げがついてるのかもしれない。ちゃんと後ろ見ないと分かんないな。だからレオンが魔王になすって、今魔王がチェイスしてる。そこ2人かな、分かんないけど。あ、ユノ来た。あれあれ、フルコンさんいたのか、見えなかった。今来たか。あっち側の発電機2人で、魔王と2人で回してて、ハントレスが来たって感じだと思うんだけど、ここのちっちゃい板、ちっちゃいここのさ、この石のところぐるぐる回りたかったけど、使っちゃったな。いっちゃんハントレスに効く。まだ声出ってんのか、まだ声出ってんだ、すごいね。粘るな。真ん中行こうって言ったら、あ、これ救助行こう。あ、多分目の前に釣られるから、ハントレスはね、これ何もないところで見つかるのが一番嫌なんだよ。どっち回り？そこの発電機多分蹴った。オッケー。オッケーじゃないけど多分オッケー。ナイス。帰ってこなさそう。まあ、こう回そうぜ。フルコンさんが有能だから、なるべく一緒に回したいけどな。いや、板当てして、大ヒットを1試合で1回でも決めれたらいいもん。普通に Z ハード使いそうだけど。ハントレス、しかも板当てするの結構むずくねえか。ああいうさ、ぐるぐるちっちゃいところ回って、絶対斧を投げても当たんないところとかだったら、最後に痺れ切らして殴るってことはあるけど。無理っしょ。目の前に飛び込む。いや、ここの板でやりたいけど、あれ斧当たったっぽくね。補充したな。入手だった？そんなことないっしょ。ああ、上行くか。追っかけてくんのかな。かけてきてなくね。あぶねえ。なんか開くの遅くね。なんかすげえギリギリまで開けるじゃんと思ったけど、開いた音、なんか開いた音を訪れしてなかった。気のせいか。こういうとこで回りたいんだよな。あ、ちゃんと蹴ってる。あ、ちゃんと蹴ってから来たのか。ただこれ3台、これ2台までいければ結構楽に流れ的にはいけそうだけど。何スイッチなんだろう。最近アーカイブで、なんだっけ、ララバイをつけて、5回ダウン取れみたいな、やつがあるから、それでハントレスを使ってる可能性もある。まあ、ハントレスのパークはわざわざティーチャブル取らなくていいからな。これで、残り、2台。フルコンさんが一応追われてんのかな、苦笑してるし。俺は救助に行きたいところなんですが、あっちか、ここか。これはあまりよろしくない。地下に釣られそう。あ、いや、地下釣らない。距離的に来そうだと思ったけど。
いや大ヒットして、あ遠く投げてるわ、今遠投してる、で下で補充してって感じかな、これ守るんじゃないか、下で補充、離れない、離れる、離れるわ、オルタイがないんだよな俺、これはつけちゃうと、つけちゃうとまずい、つけちゃうと死んじゃう、あそこのゲート開けようぜ、じゃあ、え、なんで、ちょっとレオン、そうなるぞ、あーちょっとまずいっすね、この板ねえし、あー今いけるけど、いってねえか、いってねえか、この救助はまずい、半分いくな、でもここ開けないと多分出られないわ、離れた方がいいんじゃない、いいんじゃない、もし先落とすか、あ上げてねえし、無理、こんなとこで、何こん出た、小高い丘になってるとこ、どうしてどうすんの、これは頑張って引っ張ってこっち行くしかない、あ帰ってった、意地でも俺追ってくると思うけどな、うわハッチあるわ、ここで回るか、あそこの微妙に登れる岩修正してほしいんだけど、まあセルフケアしてからじっくり行こうぜ、多分あっち空いてると思うんだよな、いや兄貴起こせたのはでかい、みんながハッチで、ハッチじゃねえや、出てくれても OK、一応ハッチそこにあるから一応回復しとこう、これ結構いいチェイスしたんじゃない、出てくんないかな、ウルボさんハッチというものがあって、あれこれちょっと出てもらっていいですか、すいません、あもしかしてナイス神なんか来たわ